ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんこんばんはです。ミネオです。さあ今日ね、さすがに何か来る来ると思ってましたが、新たなる勇者開催ということで、ゲーム内お知らせね、3時に来てまして、まあまあ来る来ると思われてた北の勇者の場、こちらが来るみたいですということで、今回もねツイッターの方ちょっと情報を見ながらやっていきたいと思います。はい、今回、霊属性物理、しかも魔法攻撃って一応書いてますね。なんですが、魔法はちょっとわかんないけども、両方使える感じだとかなりやばそう、かなりやばそうな感じですよね。で、一応11月15日15時からということで、この辺またあれですかね、闘技場関係とかぶってきちゃうかなっていうか、すげえな、ノバ来るかな、マジでノバ来たね。まあ、霊属性物理はね、まあノバじゃねえかと言われてたのでそう思ってたんですが、一応特技の方は画面ちょっと見ましょうかね。見る限りは一応縦ラインと単体攻撃っぽいかな。もしかしたらもう一個ぐらい特技が来るかもしれないけどね。さあ、で今回ノバなんで、水晶に関しては自分のつけれないから、大君で霊属性物理あるんだってしたかね。私はちょっと持ってないですけど、かもうあのボラホーンとかつけていくしかないのかな。結構水晶これ物理ね、ないですよね、霊属性物理。新しい水晶も来るんでしょうが、その辺大君の水晶持ってる方おめでとうございますという感じかな。はい、じゃあちょっとガチャ関係見ていきましょうかね。はい、ノバの剣と氷魔獣シリーズということで、まあね、そこまで強くしちゃうとっていうところもあるんでしょうけど、ちゃんと奥義はノーザングランブレード、ノバの剣が登場ということになります。霊属性物理攻撃と短時間地震物理攻撃力アップ、一定時間対象の霊属性耐性ダウンがついてるということで、もうモリモリだね、モリモリ、もう夢がモリモリですよ。出番出番なのでね、一部ではね、なんか若干このアイコン見るとね、光属性っぽい気もしなくないが、霊属性の直線ダメージなんで、まあ、若干アバン先生の、まあ、霊属版という感じかな。アバンストラッシュのね。なので、問題は、まあ、防具関係プラス、まあ、すり抜けですよね。はい。すり抜けで、まあ、霊属性関係の、マヒャドとか来るのか、もしくは、アイスバレッツ来たらワンチャン結構引く人いるんじゃない？アイスバレッツ、マヒャドはまあね、それなりだけど、アイスバレッツ結構持ってる人少ないと思うんよね。アイスバレッツも結構デバフしっかり入るんで、結構ありがたいんだけど、ただこれ見る限りおそらく多段攻撃ではないので、そこだけ要注意かな。結局9999の高止まりしちゃう部分があるんで、ただこの奥義のやっぱ瞬間かっこいいよね。はい、で、すり抜けが問題なのと、あとはあれですよね、今回、まあ、11月ということで、去年と一緒のような感じになると、やっぱ年末年始にね、結構なやつぶっ込んできそうな気もするんで、ストーリーの展開から言うと、さすがに年末か年始にね、ついに、ポップさんね、ついにポップさん覚醒しちゃうんじゃ、大魔導士になっちゃうんじゃないっていうのが来そうな気がしなくもない。大剣はもうちょっと引っ張りそうな気がしそうだよね。だって魔光剣とかも結局ね、黒子さんとかも結局まだ出てないからね。でこれを、ノバさんが来てからスタートすると、あとまだ出てないキャラで一番近いのは超魔生物のハドラーさんが次ぐらい来そうかな。か、ミストバーンとかその辺、ミストバーン関係
かなとは思うんだけどね。その辺はまあで、まあ、もうちょっと後かな。そろそろでも超魔生物は来そうな気もするんだよね。年始ぐらい。うん。まあその辺もありつつなので、まあその辺はね、ちょっとお財布と相談しながら引くしかないかなという感じじゃないでしょうか。まあ今回おそらくね、鍵ガチャもあると思いますので、その辺も期待しつつ待ちたいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、Twitter のフォロー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。さあね、皆さん火曜日心待ちにして待ちましょう。ではバイバイ。